お疲れ様です。お疲れ様です。朝6時半から、はい、今7時半朝飯前のトレーニング終わりましたが、ね、世の中大変ですよね。いやちょっとそうですね、テレワークになって、ね、テレワーク、あ、今日もテレワークで、はい、いやみんな多分自宅に引きこもるので運動する機会も減って、みんなどん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 体調も悪くなるんじゃないかなとは思いますね、うん、はいはい、今日のトレーニングの終わった後のまた感想を聞かせていただければ。だいぶ変化がね出てきたような。いやそうですね、だいぶ、まあ、あのなんか体の中にかなり幹ができてきたっていうか、あ、まあ、体幹がしっかりしてきたので、はいはい、街中歩く時でも、まあ、背筋が伸びるというか、もうなんか全然歩いてるこうフォームが違うというか、姿勢がすごく良くなって、でかなりそうですね、体が軽いですね。あ、はいはい、まあ、いつまで歩いてたらすぐ疲れてたんですけど、うん、全然なんかと体が疲れないというか、疲労がたまるスピードも全然違くて、であとはもうやっぱりこう朝早く起きると何ですかね、まあ、かなり時間が朝からゆっくり時間が使えるんで、うんうん、すごく何ですか得した気分というか、はい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 、っていう感じで、すごく1日のスタートとしてはすごくいい形で切れてるんじゃないかなと。で、まあ早く起きてるんで、その分夜になると自然に眠たくなってくると。あ、はいはい、だからいつも今までやったらこうさあ寝ようかなみたいな時にこうベッド入ってでも眠れんくて携帯触ってみたいな、なかなか寝つけんくてっていうのも続いてて、でそれがもう今はもう夜になったらもう自然と眠たくなってもう気づいたら寝てるみたいな。でもう朝起きる、起きても今までは体がめちゃくちゃ痛かったんですよね、うんうんうん、起きてからすごく体だるいなとかベッドの寝具が悪いかなとか、はい、そんな思ってた時もあったんですけども、今はなんか起きる時はすごく体がすっきりしてるというか、今まで疲れが溜まってたのが、疲れがスッと取れるような、へー、感覚が今すごくしてるような感じですね。すごい、やっぱりトレーニング始めてからそんな感じに、はい、そうですね、かなり、変化がもう目に見えて違いますね、実感している体感で。今日でだいたい20日ぐらい、3月17日からスタートして、4月の今日が8日9日かな、はい、まだ1ヶ月、ね、なってないですけど、そうですね、もうまだそんな短い期間でもかなり体に変化があるので、あ、はいはいはい、やっぱり小さいことでもコツコツとやるのがほんまに大事やなって思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。